昨日午後、島田市の県道で乗用車同士が衝突する事故があり、80代の男性が死亡し、3人がけがをしました。昨日午後2時半ごろ、島田市南の県道で対向車線を走っていた乗用車同士が衝突する事故がありました。片方の乗用車には70代から80代の男女3人が乗っていて、もう一方には4歳と8歳の子供とその両親の4人が乗っていました。警察と消防によりますと、この事故で30代から80代の男女4人が病院に運ばれ、このうち島田市川根町の無職鈴木長一さん83歳が全身を強く打ち死亡しました。他の3人は頭を打つなどしましたが、軽傷だということです。現場は緩やかにカーブする片側1車線の道路で、警察は片方の乗用車が車線をはみ出したとみて事故の詳しい原因を調べています。